クルックス管、クルックス管、クルックス管、とは初期の実験用真空放電管である。1869から1875年頃にイギリス人の物理学者、ウィリアム・クルックスなどによって発明された。陰極線、すなわち真空中の電子線はクルックス管の中で初めて見出された。前身であるガイスラー管と同じように、クルックス管は 様々な形状のガラス容器の両端に、金属電極、陰極と陽極を取り付けたものである。ただし、ガイスラー管よりも高い真空度にまで排気されている。電極間に高電圧が印加されると、陰極から、いわゆる陰極線がまっすぐ飛び出してくる。クルックスのほか、ビルヘルム・ヒットルフ、ハインリヒ・ヘルズ、フィリップ・レーナルトラは、クルックス管を用いて、陰極線の性質を研究した。 陰極線に関する最大の知見は、その正体が負の電荷を持つ粒子の流れだというもので、JJ トムソンの発見による。この粒子は後に電子、エレクトロンと名付けられた。現在では、クルックス管は陰極線の演示用にしか用いられていない。ビルヘルム・レントゲンは1895年にクルックス、管から放射される X 線を発見した。 実験用のクルックス管から発展した第一世代の霊ン極 X 線管はクルックスの X 線管と呼ばれ1920年頃まで利用されていた。クルックス管は霊ン極管の一種である。すなわち、後に実用化された真空管と異なり熱電子放出のための加熱フィラメントを持っていない。その代わり、誘導コイルなどで作った高圧の直流電圧。 数、KV100KV を電極管に印加することで、電離した残留機体分子を陰極に衝突させて二次電子を生成する。このため、クルックス管は内部に少量の空気がなければ動作しない。必要な真空度はおよそ10から50アトム、0.1から0.005パスカルである。クルックス管の中では、わずかな数のイオンと自由電子が光電離や、 自然放射線の電離作用などによって自然発生している。これらの過電粒子は高電圧が管内に作る電場によって駆動される。電子が他の機体分子と衝突すると分子内の電子が外に叩き出されて火音が残ることがある。この過程が連鎖して多数の火音が発生することをタウンゼント放電という。生じた火音は全て陰極、仮想度に引きつけられていき。 陰極に突入してその表面から大量の電子を叩き出す。この電子が陰極から赤力を受け、陽極、アノードめがけて飛んでいったものが陰極線である。管内は適度に排気されており、大半の電子が一度も気体分子と衝突せずに管の全長を飛び抜けることができる。軽量の電子は高電圧の因果によって相当な速度にまで加速される。 典型的な間電圧例 KV に対して約5万尾遅 9000km、高速度の20%。陽極付近に差し掛かった電子は運動量が高まっているため、陽極の引力を振り切ってその横を通り過ぎ、肝底の内壁に突き当たる。電子がガラスの原子と衝突すると、その軌道電子を上のエネルギー順位に押し上げる。 冷気された電子は元のエネルギージュニ位に戻るとき、そのエネルギー差に相当する光を放出する。蛍光と呼ばれるこのプロセスにより、ガラスは黄緑色の光を発する。電子そのものは目に見えないが、電子ビームが照射されているスポットは発光によって識別できる。後年の研究者は発光を見やすくするため、ガラス管の内壁に蛍光体を塗った。蛍光体とは、 硫化炎をはじめとする傾向や輪行を発する化学物質の総称である。内壁にぶつかった電子は最終的に陽極にたどり着き、陽極に接続された導線を伝って電源へと進み、陰極へと送り返されてくる。電子の運動については以上のように理解することができるが、クルックス管内部は非音、電子、中性原子が相互作用し合う非平行プラズマになっているため、 その運動を細部まで完全に記述するのは容易ではない。管内の圧力が10アトム0.1パスカルより高くなるとプラズマの作用により圧力の値に応じて異なる色を持つ各種のグロー領域が生まれる図。その詳細については20世紀初頭にプラズマ物理学が発展するまで理解されなかった。クルックス管の前身となったガイスラー管は 現代のネオン管に似た実験用放電管である。ガイスラー管は10アトム、100パスカル程度の低真空で動作するため、管内の電子は少しの間飛んだだけで、気体分子と衝突する。従って、電子の流れはゆっくりした拡散過程によって行われる。電子は繰り返し気体分子と衝突しながら進むので、運動エネルギーがそれほど高くなることはない。 このような事情により、ガイスラー管では陰極線のビームが作られることはない。その代わり、電子が気体分子に衝突して、それらを冷気させ、光を放出させることで、管内は鮮やかな色を持つ黒放電で満たされる。1870年代までに、クルックスは共同研究者のギミンガムが改良したスプレンゲル式の水銀真空ポンプを用い、 ガイスラー艦の真空度を10から50アトムにまで向上させた。ただし、他でも同様の研究は行われていた。その結果、艦内の圧力を下げていくにつれて、プラズマの陰極近辺から発光しない領域が広がり始めて、完全域を追いつくし、代わりに、陽極側のガラス艦艇が発光し始めることが発見された。この暗領域は現在、クルックス暗部と呼ばれている。 ここで起きているのは以下のようなことである。管内の空気が排気されるにつれて陰極から飛び出した電子の運動を妨げる。気体分子の数が減っていき、電子が衝突するまでに進む平均距離が長くなる。気体分子は衝突によって光を放出するので、クルックスアンブが完全域を覆い尽くした時、電子は陰極から陽極まで衝突することなく直進していい。 衝突によってエネルギーを失うことがなくなり、またクルックス管は電圧が高いことから電子は相当な速度にまで加速される。管の端の陽極に差し掛かった時、大多数の電子はその横を飛びすぎてガラスの内壁にぶつかる。電子そのものは目に見えないが、電子がガラス壁にぶつかるとガラスを構成する原子が冷気され、黄緑色の蛍光を放出する。後の研究者は、 ビームスポットを見やすくするためにクルックス管の鑑定に蛍光塗料を塗った。この思わぬ蛍光現象により管内にある陽曲などの物体が蛍光スポットにくっきりした影を映すことが発見された。1869年、ヒットルフは陰極から何らかの直進するビームが出ていなければ影はられないことを初めて指摘した。1876年、ゴルト主体は何かが 陰極から放出されていることを確かめ、陰極線、キャスオダンストローランと名付けた。その当時、基地の粒子の中で最小のものは原子であり、電子の存在は知られておらず、電流が何によって運ばれているかは謎だった。そんな中、陰極線の性質を探求するために、様々な工夫を凝らした、クルックス管が作成された後の節を参照。 真空中を弾道的に飛ぶ電子は導線を流れる。電子よりも研究対象として手頃であり、その性質は次々と暴かれていった。また、色鮮やかな光を発する放電管は、最新の電気科学の神秘を紹介する公開講座においても人気を博した。蛍光鉱物を材料としたり、蛍光塗料で蝶の絵が描かれるなどの装飾的なクルックス管も作成され、 各種の蛍光物質が放つ多彩な色の光で観衆の目を楽しませた。1895年、レントゲンはクルックス管から放出されている X 線を発見した。X 線に様々な使い道があることはすぐに明らかになり、ここでクルックス管に初めて実用的な用途が生まれた。クルックス管の動作は不安定で信頼性に欠けていた。 陰極線のエネルギーと流量はどちらも残留気体の圧力に左右された。時間とともに気体分子は管の壁に吸収されていくため圧力が減少することで陰極線の放出量は減少していった。さらに管内の電位差も上昇するため陰極線はより高質なエネルギーの高いものとなる。そのうち圧力がさらに低下する特 ルックス管は全く動作しなくなってしまう。これを防ぐため、X 線管のように使用頻度の高いクルックス、管では少量の機体を放出して機能を回復させる調節器・ソフナーが組み込まれていた。クルックス管の後を継いだのは、1906年頃に発明された電子回路用の真空管である。この種の真空管は、クルックス管より低い10アトム、 10パスカル程度の圧力で動作した。この圧力では、気体分子が少なすぎるため電離による電動は行われない。その代わり、より信頼性の高い電子源として、熱陰極と呼ばれる、加熱用フィラメントからの熱電子放出を利用していた。現在では、クルックス管のように電離によって陰極線を作る方式は、サイラトロンのような特殊な気体放電管でしか用いられていない。 クルックス管で開発された電子線操作技術は後の時代の真空管、中でもフェルギナント・ブラウンが1897年に発明したブラウン管に生かされている。クルックス管に加えられる電圧が 15000V 以上の十分高い値であれば、陽極やガラス管壁にぶつかった時に X 線を生成するほどの速度まで電子を加速することができる。 高速の電子が X 線を生成する過程は2通りある。まず、静電化が集中している原子核の金棒を通り過ぎると、電子の軌道が鋭く曲げられ、その際に X 線を放射する。この過程を、静動放射という。次に、電子が原子と衝突して、原子内の電子を上のエネルギー順位に押し上げた際。 その電子が元のエネルギー順位に戻る時に余分なエネルギーを X 線として放出するとがある。この過程は蛍光 X 線と呼ばれる。初期に作られたクルックスクダモ X 線を発生させていたのは間違いない。実際、イヴァン・プルイなどの当時の研究者はクルックス管の近くに未観光の写真看板を置くと看板が曇ることに聞いていた。 1895年11月8日、黒い厚紙で覆われた、クルックス管を操作していたレントゲンは、近くに置いてあった蛍光スクリーンが、かすかに光を発していることに気づいた。レントゲンは、クルックス管から何らかの目に見えない、放射線が出ており、厚紙を透過して、スクリーンに蛍光を発させていることを察知した。手元にあった紙片や本では、この放射線を遮ることはできなかった。 レントゲンは腰を据えて、この放射線の研究に取り掛かり、1895年12月28日には、X 線に関する最初の研究論文を公開した。レントゲンは、この発見により、第一回、ノーベル物理学賞、1901年を受賞した。X 線は医療に応用され始め、クルックス管に、初めて実用的な用途が生まれた。各地の工房では、 X 線の発生に特化したクルックス管が製作され始め、これが X 線管の原型となった。重金属は X 線の発生量が大きいため、陽極の材料として主にプラチナが用いられた。陽極は陰極に対して適当な角度で傾けられており、その表面から発した X 線が管の側壁を透過するようになってた。 鮮明な X 線像を得るには、X 線源を天候源に近づける必要があるため、陰極形状を応急面とすることで、陽極上の直径1ト、mm、ルのスポットに電子線を集中照射していた。この種の霊陰極 X 線管は1920年頃まで用いられていたが、熱陰極クーリッジ管に後を譲った。クルックス管は、 多くの歴史的な実験に用いられたが、その焦点は陰極線の正体を探ることだった。当時二つの説があった。イギリスのクルックスやバ、ディー、ラが信じているところでは、陰極線とは固定、コープッセルないし、放射物質、ラディアントマター、すなわち電化を帯びた原子であった。ドイツのヘルツやゴルトシュタインらは、陰極線をエーテル振動、 すなわち未知の種類の電磁波だとみなし、管内を流れる電流とは切り離して考えていた。トムソンが陰極線の質量を測定し、その正体が負の電荷を持った新種の粒子だと実証したことで、論争は終結した。トムソンはこの粒子を固定と呼んでいたが、後に電子、エレクトロンという名に改められた。プリッカーは百六十九年にマルタ十字型の陽極を食う。 ルックス管に取り付けた。陽極にはヒンジがついており、折り曲げて管の底面に寝かせることができた。スイッチを入れると、管底の蛍光面に鮮明な十字型の影が映り、陰極線が直進していることが見て取れた。そのまましばらく置くと、蛍光がへたって光が弱まってくる。ここで十字架を倒して陰極線の経路を開けると、それまで影だった領域が他よりも明るく、 傾向を発した。ゴルトシュタインは1876年、陰極線は常に陰極表面に対して垂直に放出されることを発見した。陰極が平板なら、陰極線はその面に直行する直線上を進む。これは陰極線が粒子であるという証拠の一つだった。なぜなら、灼熱した金属板のような発光体はあらゆる方向に光を発するが、 火電粒子ならば、銅電化を帯びた物体表面から垂直に遠ざかる方向に置けるはずである。陰極が応急球面を持つ皿型であれば、陰極線は皿の前にある一点に集中する。これを利用して、資料の一点に陰極線を照射することで高温に熱することができた。ヘリツは、クルックス管の両側面にもう一組の極板を取り付け、陰極線を挟むようにした。 この構造はごく素朴な CRT、ブラウン管だとみなせる。もし陰極線が過電粒子であれば、極板に電圧をかけると現状が生じて、陰極線の軌道を曲げ、ビームが照射されている艦定の蛍光スポットが横に動くはずである。ヘルツは陰極線の変更を観察できなかったが、その原因は装置の真空度が不十分だったことで、表面電荷が蓄積し、 電場を遮蔽していたためだと、後に結論付けられた。アーサー・シュスターはより真空度が高い装置を用いて、陰極線を変更させることに成功し、陰極線が静電下を帯びた極板に引き付けられ、不電化に反発することを発見した。これは、陰極線が不電化を帯びており、従って電磁波ではないことの証拠とされた。クルックスは、 管の頸部に磁石を取り付けて陰極線のビームを両側から N 極と S 極で挟みビームが両極間の磁場中を進むようにしたするとビームは磁場と直行する方向である下方に曲げられたこの効果現在ではローレンツ力と呼ばれているは電気モーターにおいて導線が磁石から力を受ける現象と似ており陰極線が導線中の電流のように ファラデーの電磁誘導の法則に従うことを示している。クルックスは陰極線の経路上に小さい羽ね車を取り付け、陰極線が当たると車が回転することを発見した。回転は陰極から離れる向きだったことから、BM が陰極から発していることが示唆された。クルックスはこの現象から陰極線が運動量を持っており、従って質量を持つ粒子だと結論した。 しかし後になって、羽車が回るのは、粒子、電子の運動量のためではなく、ラジオメーター効果のためだと判明した。すなわち、羽の表面で、陰極線が当たっている部分が熱を帯び、熱で膨張した機体が羽を押すというものである。これを1903年に実証したのは、トムソンである。トムソンは、計算により、羽車に当たっている電子の運動量では、毎分一回転という、 ゆっくりした点しか起こせないことを示した。クルックスの実験が示していたのは、単に陰極線が物体表面を加熱することができるということである。ジャン・ペランは陰極線それ自体が不電化を持っているのか、あるいはドイツ説のように電化のキャリアが別に存在するのかを突き止めようとした。1895年、ペランはクルックス管に捕獲器、キャッチャーを取り付けた。 これは、両端が閉じたアルミニウム等で、陰極に向いた側に小さい穴が開けられており、陰極線を捉えられるようになっていた。捕獲器は、検電器と接続され電化を測定することが可能だった。その結果、不電化が検出され、陰極線が負の電気を持つことが確かめられた。1886年に、コルトシュタインは、陰極に穴をうがつと陽極と逆側の口から、 ぼんやりした光を放つものが流れ出すことを発見した。この二連乗をかけると陰極線とは逆に不電化を帯びた極板に引き付けられた。陽極線の正体は陰極に引き寄せられたヒーオ音のビームであった。ゴルトシュタインはこれをカナル線、コナルレイと名付けた。ゴルトシュタインは陰極線の速度を測定する方法を見つけたと考えた。 クルックス管内の機体に見られるグロー放電が陰極線の運動によって引き起こされているなら、管に沿って陰極線が進む方向に放射される光はドップラー効果によって振動数に変調を受けるはずである。変調の有無は放出スペクトル線のシフトを分光器を用いて検出することで確かめられる。コルトシュタインは L 字型のクルックス管の両端に電極を設け、 一方の電極からコーナーに向けてアームに沿って飛んできた光をコーナー部の分光器で観測できるようにした。まず分光器が向いている側の電極を陰極としてグローのスペクトルを測定した後電源の配線をつなぎ替えて陰極と陽極を交代させ電子の運動方向を逆転させた状態でスペクトルを記録しシフト量を測定した。しかしゴルトシュタインは シフトを検出することができず、陰極線の移動速度は極端に遅いと解釈せざるを得なかった。現在理解されているところでは、クルックス間のグロウ光を発しているのは電子そのものではなく、電子と衝突した気体原子である。原子は電子の数千倍の質量を持つため、その運動は電子に比べて非常に遅い。ドップラーシフトが検出できなかったのは、これが理由である。 フィリップ・レーナルトは陰極線をく、ルックス管の外に取り出すことができるか確かめようとした。彼は陰極に面した容器壁に窓を開け、外界からの大気圧にちょうど耐えられる程度の厚さのルミクを張って陰極線を受けるようにした。この仕組みは後にレーナルトの窓と呼ばれた。レーナルトが実験を行うと、まさに何かが窓から放射されていた。 窓の前に掲げた蛍光スクリーンは光が当たっていなくとも蛍光を発し写真看板を掲げると録光していないはずなのに黒く観光,光した。この効果が及ぶ範囲は非常に短く2.5センチメートル程度であった。レーナルトは様々な物質のシートを用いて陰極線の透過力を測定し原子線には不可能なほど熱い物体を陰極線は透過できることを見出た。 原子は当時最も小さい粒子だと考えられていたため、当初この結果は陰極線が波である証拠とみなされた。後になって電子は原子よりも小さいことが明らかになり、透過力の高さもそのためだとされた。レーナルトはこの仕事に対して1905年のノーベル物理学賞を授与された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。